クリプトモノピレノイド。右の写真で細胞中央に丸く見える構造。ピレノイドは藻類などの葉緑体において炭素固定の中核を担う区画である。1882年、シュミットにより発見された。ピレノイドは葉緑体の中に存在する細胞小器官である。ピレノイドは多くの場合、光合成産物であるデンプンなどの貯蔵物質に囲まれており、 葉緑体の他の部分と明瞭に区別できる。これは通常の光学顕微鏡でも観察できるため、しばしば細胞核と誤認される。ピレノイドは膜系を持たない細胞小器官であるが、ここには葉緑体内のルビスコが高密度で集積している。生物によってはルビスコが結晶化しているものもある。ルビスコカルボキシラーゼ反応ピレノイドのルビスコ。 活性は1991年に報告されている。ルビスコアに酸化炭素を5糖リン酸と結合させ、2分種の C 酸化合物を作る。これと競合的な反応として、ルビスコア、炭素固定を伴わない、リブロース1、5ビスリン酸へのオキシゲナーゼ作用も持つ。ピレノイドは、炭素固定の場における、養存に酸化炭素の拡散を防いで濃度を高め、 同時に酸素濃度を低下させることで、競合的なオキシゲナーゼ反応の抑制に役立っていると考えられている。ピレノイドの起源は、卵巣のカルボキシソームであると言われている。これはやはりルビスコの結晶体で、黒っぽく角張った構造である。ピレノイドは、高等植物には見られない。これは、水中では、空気中よりも二酸化炭素の拡散速度が小さく、 藻類のように水中に住む小さな生物の方がピレノイドの存在が有利に働くためであろうと考えられている。例外として唯一つノごケの仲間には対価的なピレノイドが見られる。また、どの藻類の植物門にもピレノイドがない生物が含まれており、分類群とその有無を単純に対応づけることはできない。ピレノイドの形状は分類群ごとに異なっており、 しかも群ごとに安定した形態形質である。したがって、藻類の分類形質として非常に重要なものである。生物によってはピレノイド中に葉緑体 DNA が極在しているものや、またピレノイドが細胞核を包むような形状となっているものもある。そのため、細胞核とピレノイドが何らかの遺伝情報をやり取りしているという意見もあるが、 実際のところは不明である。ありがとうございます。